こんにちは、こじこじです。例年通りだったらそろそろ夏休みが始まる時期ということで、今回は夏休み特別企画ということで、秋葉原のゲームショップトレーダーでこちらのプレイステーション福袋、もといジャンク袋を購入してきたので開封を行っていきます。今まで僕のチャンネルで何回かね、ゲームショップトレーダーのセガサターン福袋だったりプレイステーション2福袋だったり PSP 福袋開封してきたんですけども、僕の記憶が正しければ今までね税込み1000円だったんですけども、今回ね値上げしたのか1500円になっていました。僕みたいな人がねたくさん買ってくれるから1500円に値上げしたのか、それとも単純にいいソフトを詰めたので1500円にしたのかはちょっと謎なんですけども、いつも通りね開封していきます。やっぱりね福袋はいつ買ってもね楽しいですよね。ということで開きました。まだね中身見ていません。こんな感じです。それではね、僕も中身見ないで皆さんと一緒にね一本ずつ楽しんでいきたいと思います。それでは最初のソフト、こちらアーマードコアプロジェクトファンタズマ、言いづらい、プロジェクトファンタズマですね。それではね1本目ということで中身の方確認していきます。しっかりソフトも入っていて、ソフトの方傷とかもなくね綺麗な感じです。説明書も綺麗ですね。ベスト版ですね。続いて2本目はこちら、どこでもハムスター2。ハムスターのソフト、とっとこハム太郎が流行ってた頃ねすげえいっぱい出てましたよね。特にアドバンスのソフトとかね、ハムスターのソフトいっぱい出てましたね。うわー、かわいいハムスターとのコミュニケーションゲームが登場ということで、お出かけするときはポケットステーションで一緒に外に行きましょう。あ、ポケットステーション対応とか結構珍しいゲームですね。続いてこちらフロントミッションセカンドということで、スクエアの作ってるねシミュレーション RPG ですね。パッケージの裏こんな感じでね、劇画調とは言わないんですけども、この硬派なね画風がいいですよね。今のねスクエに、特にファイナルファンタジー、あのホストが出てくるようなねファイナルファンタジーにね行ってやりたいですね。こういう画風に戻した方が海外でも売れるし、日本人もねまあイケメン4人まあ悪くはないと思うんですけども、まあこういう画風もね全然ありだと思うんですよね、個人的にね。なんであんなね日本の RPG って萌えばっかりになっちゃったのかね、すごく謎で悲しいです。続いてこちらザ・心理ゲーム9ということで、あーなんかあった気がしますね。スーパーファミコンの頃とかやたらねなんか内容の薄いねクイズゲームとか心理ゲーム的なのね出てた気がします。あなたならどうする、丸バツチェック、恋愛相性診断、君の名奉行、料理の達人の5つモードであなたの心を診断します、超人気シリーズの第9弾ということでね、こういったソフトがね9弾まで出てるって今じゃ信じられないですよね。今じゃインターネットのそういう診断サイトとかでね簡単にそういうのできるので、あえてソフト買ってやる的なね感じですよね。続いてこちら、これはね有名ですね、僕もその当時持ってました。サイですね。サイコロの上になんていうんですかね、お猿さんみたいなキャラクター乗せてサイコロね消すというねパズルゲームですね。懐かしい。確かに楽しいんですけども、今欲しいかと言われるとそんな欲しくないし、なんかちょっと中の CD ね汚いですね。おー、ボロボロ、ちょっと微妙ですね。続いてこちら、幻想水湖伝ボリューム1ハルモニアの剣士ということで、幻想水湖伝ですよ。名前は聞いたことあるんですけども、プレイはねしたことないです。ネオロマンス系なのかな、パッケージの絵柄見るとちょっとネオロマンスっぽい感じしますよね。まあ、ネオロマンスではないと思うんですけども、確かにね女性人気が高かったみたいな話は聞いています。続いてこちら、遥かなる時の中でということで、はい、ネオロマンス系来ましたね。っていうか、パッケージのね、前にネオロマンスゲームって堂々とでかく書いてありますね。光栄の作っているアンジェリークと双璧をなすね。はい、和風のネオロマンスゲームですね。
主人公の女の子、声優の名前書いてあるので、ちょっと声優さん僕好きなので読み上げます。主人公の女の子、自分のアバターになるキャラクターが川上智子さん、三木真一郎さん、関智一さん、石田明さん、井上和彦さん、星総一郎さん、大谷育恵さん、沖合龍太郎さん、桑島宝子さん、川村麻里亜さん、やばい、その当時を、ね、代表するような声優さん、今でもね人気の声優さんがねいっぱい出てますね。これは声優さんのボイスを聞くためだけにやってもね結構いいんじゃないかと思います。最近聞かない方もね結構いらっしゃいますね。続いてこれいくか、これなんか薄いんですよね。こちらクラッシュバンディクー3、箱がねなくなっちゃってるんですね。どういう状態、あ、一応説明書もついててこんな状態ですね。箱も結構雑だな、雑雑ですね、雑。これは完全にジャンクですね。それではプレイステーションらしいね、ちょっと分厚いソフト行ってみたいと思います。こちら、お、全然知らない、免許を取ろうということで、なんだこれ、免許を取ろう、免許がないっていうね、舘ひろしさんかな、あの映画はね見たことがあるんですけど、免許を取ろう超リアル自動車教習所シミュレーションということで、自動車教習所をシミュレーションしちゃったゲームということでね、これは知らない、すげえ、すごいっすね。声優さんも三石琴乃さん、千葉茂さん、古谷徹さん、銀河さんということでね、すげえ豪華、すげえ豪華なんですけども、内容としてはこのような感じで、本当にね教習所シミュレーターといった感じです。全国日本交通安全教育センター監修ということでね、ちゃんとしたところが監修してる自動車教習所シミュレーション、これなんかなかなか見たことないですね、レアっぽい。続いてプレイステーションっぽい箱ですね。こちらバイオハザード3ラストエスケープということで、バイオハザードいいですね。バイオハザード3、最近ねリメイク版が出てるんですよね。バイオハザード2とバイオハザード3リメイク版がねちょっとねやりたいなと思っています。続いてちょっと分厚めのソフト、こちらファイナルファンタジー8ですね。ファイナルファンタジーはよくねハードオフでもね100円で見かけます。あー、もうこの当時から主人公かなりイケメン系キャラですね。フロントミッション、そうですね、ファイナルファンタジーだと6ぐらいまで、天野さんがね絵描いてるぐらいの頃まではキャラクターがね、まあ何ですかね、絵の段階でもそれほどね何ですかイケメンという感じではなく、まあいろいろなねキャラクターいたんですけども、なんか最近のファイナルファンタジーは本当にねみんなイケメン勢揃いみたいな、イケメンパラダイスみたいな感じにねなっちゃってるのがちょっとね悲しいですね。続いてこちら、ポポロクロイス物語。あー、これはなかなか嬉しいですね。パッケージの裏側こんな感じ。今のねゲームにはないね、なんて言うんですかね、そうこういった感じのねキャラクターデザインすごくねいいですよね。海外のゲームだとこういったキャラクターデザインとかね普通になってきてるんですけども、まあごついおっちゃんじゃなくてこういったね可愛いらしいキャラクターとかも一般的になってるんですけど、日本のゲームがねちょっと悲しいですよね。はい、いいですね。続いてこちらトラトラトラということで、第二次世界大戦のゲームなのかな。プレイヤーは日本軍か連合軍の海軍司令官となり太平洋戦争を戦い抜くということでね、やっぱり第二次世界大戦のゲームみたいですね。なかなか見たことないゲームソフトですね。これはこれでちょっと嬉しいかな、まあ、微妙な感じではありますね。続いてこちら戦国国家。あー、これもなんか当時なんか中古ショップとかで見た気がしますね。戦国国家、その当時からなんか安値で売られてた気がするな。新世代戦略シミュレーションゲームの登場ということですね。ちょっと微妙。続いてこちら青の6号アンタクティカ。ちょっと記憶半分なんですけども、青の6号ってなんかコミックかアニメじゃなかったでしたっけ。業界初フルデジタル OVA がシネマティックシミュレーションで登場ということで、あ、やっぱりアニメですね。ちょっとどんなゲームだかわからないんですけども、
パッケージの裏側このような感じとなっています。ちょっと魅力的ですね。パッケージ正面も結構おしゃれ。それでは続いてこちら、ちょっとヤバい系来ましたね。梅沢ゆりかの対局囲碁平成棋院2ということで、パッケージの裏側はこのような感じになっています。梅沢ゆりか先生推しのねソフトですね。最近だと藤井聡太先生っていうのかな、ちょっと年下なんですけど、先生のね将棋ソフトができたりするんですけども、はい、梅沢ゆりか先生の囲碁ソフトですね。最近千葉テレでね、千葉テレ有局なのでね、関東以外の人は見れないと思うんですけど、光の碁のね再放送がやっていて、毎日ね録画して楽しみに見ています。最近なんかね、新しいアニメより再放送のアニメばっかりね見てる気がします。囲碁いいですね。ちょうどちょっとやりたいかなと思ってた時期です。囲碁ソフトってなかなか珍しいですよね。今なんかアルファ5でしたっけ、すごくね人間より強いということでね、戦術戦略編ということでね、至るところに梅沢ゆりか先生が出ています。藤井聡太先生のね将棋ソフトと同じ感じのねノリですね。それでは次のソフトはこちら、大戦略プレイヤーズスピリッツということで、パッケージ裏側このような感じ。あ、正面の絵がねずれてますね。でもこういった感じ。大戦略は有名なんですけど、プレイステーションでも出てたんですね。それは知らなかった。説明書かなりの分厚さ、内容が内容でね難しいので、かなりのね分厚さがあります。説明書読んだだけでなんか満足しちゃいそうなゲームですね。続いて残りがねあと10本ぐらいあるのかな、結構あるな。こちらシンプル1500シリーズザ・ウォーシュミレーション、パッケージの裏側このような感じ。人の作りし者たちということで、スーパーロボット対戦をオリジナルキャラクターで作った的なねシミュレーションゲームですね。これは面白いの？ちょっとかなり微妙ですね。続いてのソフトはこちら、チョロ Q2、 パッケージの裏側こういった感じ。チョロ Q でレースができるねレースゲームですね。これはこれで当時すごく楽しめたと思うんですけども、今やるとちょっとグラフィック的にきついかなといった感じがします。続いてこちら、パイロットになろう、パッケージの裏側はこのような感じで、パイロットシミュレーションですね。親切丁寧熱血指導、パイロットになろう。航空力学をプログラムに取り入れた圧倒的リアルな飛びを実現した。この当時ねそういった売り多かったですよね。なんか何ですかね、それまでカセットだったのがディスクになって記憶容量が増えたから、なんかすげえいっぱい容量あるよみたいなね。続いてこちら、機動戦士ガンダムギレンの野望ジオンの系譜攻略指令書ということで、シナリオ特典を多数装備した最強のプレイデータ集ということで、セーブデータだけが入っているソフトみたいです。いろいろなシナリオを楽しめるようにセーブデータが入っているということで、別途ジオンの系譜が必要みたいな感じのことを書かれています。ちょっと嬉しいのが、プレイステーションのメモリーカードに貼れるねシールがついてることですね。これちょっと嬉しいですね。ギレンの野望なのにシロッコとかいますね。これはこれでちょっと嬉しいような嬉しくないような、ちょっと微妙な感じですね。続いてこちら、サイフォンフィルター、パッケージの裏側このような感じ。 FPS のソフトかなといった感じがします。世界の破滅を阻止できるただ一人の男になる、かつてないリアルバトルミッション。ここだけだとちょっとジャンルがわからない。あー FPS っぽい、ちょっとこれ気になりますね。その当時の FPS ゲームってどんな感じなのかね、あのドゥームぐらいしかねプレイしたことないので、すげえ気になる。これはちょっとやってみたいですね。続いてこちら、あやばい、これちょっと嬉しい、これ当たりじゃないですか。やっぱいいソフト入ってるのかな。 Doom、 パッケージの裏側こんな感じ。やっぱりこれはちょっと嬉しい。 Doom ですよ。
やべ、ドゥームマジで入ってるの？ちょっと嬉しい。あードゥームというと中学校の頃ね、学校にあったパソコンにねドゥーム入ってました。なぜかちょっとねやりましたよ。やばい。プレイステーション版ということでどれぐらいのねクオリティなのかわからないんですけど、パソコンよりもねちょっとスペックが劣る、スーファミよりかはかなりね上のねクオリティで楽しめるんじゃないかと思います。これは嬉しい、ありがとうございます。ドゥームいただきました。続いてこちら三国志英傑伝かな、ちょっと読めてなかったらすいません。光栄のソフト、パッケージの裏側このような感じ。おーすごい、光栄定番シリーズ1500円ということでめちゃくちゃ安いですね。そんな値段で売ってたの？本製品はプレイステーション版の三国志と同じゲームソフトです。内容は一緒でちょっとね廉価帯で出したみたいな感じですね。それでは残りあと5本ぐらいということでね、多分合計30本入ってたんだと思います。それではこちら、またなんか見たことない妖芸移植っぽいの来ましたね。コマンド&コンフーコンプリートということで、パッケージの裏側このような感じ。アクレイムじゃないですか、アクレイムジャパンのソフト。世界で大ヒットの最強シミュレーション、全世界で200万本のセールスを記録した大ヒット作品が追加ミッションを加えてプレイステーションに登場。やばい、これはちょっと嬉しい。雰囲気、近未来の兵器を使ったエイジオブエンパイア的なノリっぽいですね。もう普段ね見かけないソフトが結構何本か入っていて、ちょっとこれは嬉しい。妖芸移植ゲーって嬉しいです。かなりね見かけないですね。続いてこちら、お入ってました、機動戦士ガンダムギレンの野望ジオンの系譜ということでね、しっかりこちらも入っていました。先ほどのセーブデータを使ってこのねゲームを遊ぶことによって全部のね何ですかねシナリオを楽しむことができるということで、これはちょっと嬉しいんじゃないの。ちょっとねこのね2個コンプリートで入ってるのは嬉しい。なかなかね2個ね手に入れるの難しいと思います。後半の方結構個人的に嬉しいの多いですね。おいしょっと、ポケットムーム、パッケージの裏側はこんな感じ。ポケ捨てで遊んだゲームスコアをコインに変えてお買い物、3つの大陸に散りばめられた100個以上のゲームやツール、集めれば集めるほど楽しさが広がる。その当時は革新的なねソフトだったと思うんですけども、ポケットステーション正直ね買ってないんですよね。たまに300円ぐらいで見かけるんですけども買ってないのでプレイができない。今度ね見かけたらねポケットステーション買ってみたいと思います。続いてこちら、ぷよぷよさん決定版、パッケージの裏側このような感じ。もう言わずもがなのねぷよぷよさん決定版ですね。ぷよぷよ、ぷよぷよさんってぷよぷよ2と何が変わったんですかね。キャラクターが増えただけかな。ちょっとひどいな。プロデューサーとディレクターなんか嫌がらせを受けてます。こんな感じでねコスプレ写真載せられちゃってますよ。もうこれ絶対黒歴史でしょ。プロデューサーさんとディレクターさんちょっとかわいそう。元祖ぷよまん本舗、知らないな。ぷよぷよのお菓子がいっぱい載ってます。昔はこんなお菓子作ってもねぷよぷよ売れるぐらい人気があったんですね。そう考えるとちょっと悲しいですね。最近まあプロゲーマーとかでもねぷよぷよのプロゲーマーいるので、まあ、盛り上がってきてるとは言えるんですけども、さすがにね今ぷよまんとかぷよせん出しても売れないかなといった感じ。それでは残り2本こちら、おー定番の SD ガンダム G ジェネレーション来ました。これはちょっと微妙かな。それでは最後のソフトちょっと当たりに期待したいです。こちら結構珍しいかな、トゥームレーダー3、パッケージの裏側このような感じ。パソコン、スチームを使えばねトゥームレーダーシリーズもね、まあ、多分買えると思うんですけども、プレイステーション版のトゥームレーダーなかなかね手に入らないんじゃないですかね。それもトゥームレーダー3ということでね、当時トゥームレーダー1かなやったことあるんですけども、 3D ポリゴンがねめちゃくちゃね苦手で、どこ行ったらいいかとかわからなくて、結局ねほぼほぼクリアできずにね、そのまま面白くないので売ってしまった記憶があります。今大人になった今、 3D になれた今ならねプレイできるんじゃないかなというね感じがあります。その当時ね
3D プレイステーションとかセガスタンド 3D すげえなと思ってたんですけども、なかなかね、なんですかね、操作がしにくいとかそういったね不具合とは言わないんですけども、ちょっとねあのプレイする人によってはちょっとねプレイしづらいなってゲームあったと思います。ということで最後にちょっと補足、最も高かったソフトどれだろうって調べたところ、こちらコマンド&コンカーコンクリート、こちらがアマゾンの中古販売価格で1800ちょっとということでね、このソフト1本で十分ね元が取れたんじゃないかと思います。結構ね人気の作品みたいです。そして僕がねテンション上がりまくっていたドゥームですね、こちらもアマゾン調べの中古価格で930円ということで、まあこのソフト2本でね十分元取れたんじゃないかと思います。またねかなり尺を取ったと思うんですけど、こちら梅沢ゆかり先生のね囲碁のソフト光の碁の話もしてたんですけども、僕全然気づかなかったんですけど、この梅沢ゆかり先生パッケージではねちょっとおばちゃんっぽいなとね個人的内心に思ってしまったんですけども、光の碁の最後のね実写パートの55囲碁のね先生だったみたいです。全然イメージ違うんですけども、髪型重要ですよね。90年代だとこういった髪型流行ってた。確かにね最近もねちょっと前髪薄い髪型ってね女性にね流行ってるっていう風に聞いたので、こういうファッションに戻ったらねちょっと個人的には嫌だなと思ったりします。この動画が面白かった参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるので、まだ見ていないよという方いましたらぜひぜひ見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。